スーパージュア TV。 今回どっちかっていうともうポーズ決めるってよりはたまる歩く、たまる歩く、喋るだけみたいなイメージで、はい、でなんかあのより普段通りっていうか本当普通にただ喋ってるだけで歩いてもらって、はい、じゃあよろしいですか。はい、じゃあお願いします。じゃあその下から、はい、踊り場に、はい、はい、じゃあ行きましょう。なんかこういう早朝からの撮影って久しぶりですよね。キャラを勝手に決めてもらっていいんで、この今の9人の中で、あの清掃系男子すごい無理だ。佐野崎ちょっとカメラ 回ったらすぐ待ってよ。あ、一旦いい、一旦ちょっと一旦回しました。回りました。完璧だ、すごい。はいはい、目線はもうありなしでちょっと普通に寄ってて、よくなんかねポージング感がついてやっちゃうよ、これやっちゃう。確かに白黒がいいっすね。
飲んじゃう俺うっせぇえあっちょっと正面何枚かでかけた状態もあと数枚はいでっかいこのくらいの塊をこうガオー前回のスンとしたモードみたいな雰囲気とはちょっと違ってちょっとやんちゃな感じとか、まあ、また違った雰囲気のねジンストリーさんと一緒にねいい作品作れたのかなと思うので皆さんぜひチェックよろしくお願いします。もう一回だけラスト途中からでもいいよ。行きます。はい、行きます。スーパードラゴンの集団としてのなんか強さみたいなのを見せたいんだねっていうのをテーマにみんなで話し合いをして作り上げた作品なんですけれども、スーパードラゴンの新しい姿勢みたいなこれからに向かっての姿勢を見せれるんじゃないかなと思うので、ぜひ皆さんにそういった表情を楽しんでほしいなと思います。ぜひチェックよろしくお願いします。今まで見せたことのないような表情だったり写真が見れると思いますので、皆さん、たくさん見て、たくさん楽しんじゃってください。まあ、やっぱりこうスパダラらしさというものがありつつも、やっぱりいろんなことに挑戦していくのが、スパダラだなと思うので、持ちにも残さずちゃんとね見ていただければ嬉しいなと思います。毎回ジンはちょっと攻めたことをしたいアーティスティックに寄りたいということで、僕ちょっとワンポーズ目ヒゲの方をね伸ばし状態での撮影を行ったので、前半のポーズ目は30代後半のもうすごいお子さん3人ぐらいいるようなパパのような見た目なんですけど、違いは俺にとって面白いかなと思うので、鳥居さんがめちゃめちゃいいものを作ってくれたと思うので、そちら皆さん見てみてください。お願いします。かっこよく仕上がっています。全員ねめちゃくちゃイケメン超かっこいいね、チェックすべきでございます。全員白トリスね今回撮ったので、はい、これ見るべきなので、初めて髪を染めた後の撮影ということで、いい色に仕上がってまして、写真の方が本当に出来上がりが楽しみですし、僕自身結構こういう結構今回は攻撃的なネックレスとかもっと攻撃的なハヤテが見られるんじゃないかと思うので、皆さんぜひ期待して見ていてください。どんな感じの仕上がりになるのかね、僕もすごい楽しみなので、ぜひ皆さんもねたくさん何度も、見ていただけたらなと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。全然ガラッと雰囲気の変わった撮影をいたしましてですね、またちょっと今までの作品にはなかったような、面白いものになるんじゃないかなというふうに思うので、僕はさっさと帰って寝ます。お疲れ様でした。スーパージュア TV
そうですね、なんか皆さんの見てるとやっぱり表情のバリエーションがすごい多かったので、そういうところ盗んで次からはカメラマンさんの、あのご希望に添えるように頑張りたいです。やっぱ現場でね、はい、とにかく積んでいくしかないから、はい、そうやって培っていく積み重ねだよね。そう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 、はい、だからもうあとは楽しんでやればいいんだと思うよ。はい、ブルーカー俺はいいもん持ってると思うけど。そうね、なんかいろいろ投げたいよね、またこれからって感じ。うん、なんか投げたボールに対してしっかりあの返してくれたからさ、そうなんか自分なりのアプローチが見えてくる。見えたよね、期待できるよ。ありがとうございます、